デラウェア州デラウェア州の歴史では、主に北アメリカ、現在のアメリカ合衆国デラウェア州にヨーロッパ人が到来してからの歴史を扱う。デラウェア州は全米でも2番目に小さな州であり、アメリカ合衆国建国当初からその中心部にありながら外部から見ると他の州とは孤立したように思われ、また見落とされがちである。デラウェアは1680年の設立時から3つの 軍によって構成されており、その後にウィリアムペンの統治時代が続いた。三軍はそれぞれ固有の開拓士があり、その住人は植民地や州よりもその軍単位でより密接に、同一化する傾向があった。デラウェアの南部と西部の大半は1767年までメリーランドの一部と考えられており、また、デラウェア全体がフィラデルフィア市という巨大な存在の影にあったと言っても、良い。 デラウェアにヨーロッパ人が入ってくる以前は、レナペ族、サスケハナ族、ナンチコーク族などのインディアン部族がウィグワムやロングハウスに住み、農耕と狩猟を営んでいた。レナペ族はヨーロッパ人からデラウェア族と呼ばれるようになった。この州の元々の住民であったレナペ族は19世紀には完全に他州へ強制移住させられ、公式なインディアン部族として、 アメリカ連邦政府が承認している部族はない。南地高ク族は19世紀には完全絶滅したと白人に思われていたが、20世紀初頭に奥地森林地帯に健在であることが分かり、人類学会を驚かせた。現在、南地高ク族のみが州政府から部族認定されている唯一のインディアン部族である。現在、より強い自治権と保留地を保障される。 連邦承認を要求中である。詳細はニュースウェーデン及びニューネーデルラントを参照デラウェア川流域は1497年のジョン・カボットやその後のジョン・スミスなどの探検をもとにイギリスが所有権を主張していた。デラウェアという名前は1610年から1618年までのバージニア植民地総督第三代ディラワーレ男爵トマス・ウエストにちなんで名付けられた。 当時、この地域はバージニア植民地の一部と考えられていた。しかし、オランダも1609年のヘンリー・ハドソンによる探検をもとに所有権を主張しており、オランダ西インド会社の秘護のもとに実際に土地を占領したことでは最初のヨーロッパ人となった。1624年には、ホーエアイラントに交易基地を設立した。これは現在ではバーリントン島と呼ばれ、 ニュージャージー州バーリントンの対岸にある1626年現在のグロースター市にナッソートリデよびルイス市にツバーネンデールを設立したこの時期のニューネーデルラント支配人はピーター・ミヌイットでありおそらくバーリントン島に住んだことがあり地域のことを地質していたミヌイットはオランダ西インド会社の支配人と不和になりニューネーデルラントに呼び戻されたミヌイットはすぐに 当時のヨーロッパでは強国であった、スウェーデンの多くの友人に奉仕が可能であることを伝えた。スウェーデンはニュースウェーデン会社を設立し、多くの交渉の後で、1638年にスウェーデンの旗を掲げてデラウェア側に入った。スウェーデンは現在のウィルミントンに交易基地、クリスチーナトリデを作った。ミヌイットはデラウェア側の西岸の所有権を主張し、 そこにはヨーロッパ人による開拓地がないと宣言した。オランダにシンド会社とは異なり、スウェーデンは実際に開拓者を連れてきて植民地を始める意図があった。ミヌイットはその年、故郷へ帰る途中でハリケーンにあって死んだが、スウェーデンの植民地は徐々に成長を始めた。1644年までにスウェーデン人とフィンランド人開拓者がクリスチーナ。 トリデからスクーカル川までのデラウェアガー両岸に住んでいた。ニュースウェーデンでもよく知られた知事、ヨハン・ビョルンソン・プリンツは、現在のペンシルベニア州ティニカムに今日移し、開拓者をそこに集中させようと考えた。オランダは、ツバーネンデールの開拓地がインディアンとの戦争で破壊されたが、その地域の領有権を諦めることはなく、1651年、ピーター・ストイフェさんとの指導でカシミアトリデを、 現在のニューキャッスルに建設した。3年後の1654年スウェーデンの知事ヨハンライジングがオランダからカシミアトリデを奪った。スウェーデンにとってこのことは最悪の計算違いにつながった。翌1655年夏起こったストイフェサントがデラウェア側に再度遠征隊を送り、スウェーデンの地域社会を攻撃し、ニュースウェーデン植民地を終わらせた。この地域全体が ニューネーデルランと植民地の元に戻った。しかし間もなく、オランダも以前の領有権主張に関わるイギリスによって追い出される運命にあった。1664年、イギリスは国王チャールズ2世の弟ヨーク公ジェームズが遠征隊を派遣し、容易にオランダをデラウェアとハドソン川地域から駆逐した。ヨーク公は全地域の領主となった。しかし、メリーランド植民地の領主、 第二代ボルチモアャクセシリウス・カルバートも現在のデラウェア全土を含むデラウェア湾西岸の土地を特許されていたので所有権を主張した。この主張はチャールズ2世の意思を尊重して強要はされなかった。チャールズ2世は戦いでその地域を勝ち取りその所有権を正当なものと考えているヨーク公を喜ばせる考えだった。デラウェアはジェームズのニューヨーク植民地の一部として その管理下に入った。この時点で、ウィリアム・ペンが勢力圏に入ってきて、ペンシルベニアを直挙された。その直挙は、ニューキャッスルとそこから12マイル以内を除外していた。それにもかかわらず、ペンはその新しい領地から海への出口を欲しがり、ジェームズを説得して、デラウェア湾西岸全体を借り受けた。1682年、ペンは、ペンシルベニア植民地の直挙場と、後に、 デラウェアの下流軍と呼ばれることになる土地の借用証を持ってニューキャッスルに到着した。ペンはジェームズの所有権主張を引き継いだので、ペン家とボルチモア家の間の訴訟もその子孫まで引き継がれ、ロンドンの高等公平法裁判所で100年間も争われた。この法廷闘争は1763年から1767年にチャールズ・メイソンとゼレマイア・ディクソンによって行われた。 測量に基づいて和解された。この時に惹かれたのが有名になったメイソン・ディックソン戦である。この問題の最終的な採決はアメリカ独立戦争前夜のこととなり、下流軍の領主と王統派植民地政府の間の密接な政治的結びつきの主要原因となった。ペンによる1682年の政府の枠組みでは、その領地全体の核軍から 平等な代表を出させて合同議会を構成し、下流軍とチェスター、フィラデルフィア及びバックスの上流軍双方の合意で立法を行うよう求めた。議会の場所は、フィラデルフィアとニューキャッスル交互に開かれることとした。しかし、フィラデルフィアが成長を始めると、その指導者たちは、ニューキャッスルまで行かなければならないことに不満を抱き、人口の少ない下流軍の代表の合意を得て、 1704年、議会を開けることになった。下流軍は一人の知事を共有し続けたが、ペンシルベニア植民地は、下流軍を併合することはなかった。メイソン・ディクソン戦は現在メリーランド州とデラウェア州の宗教となっている。またトランスペニンシュラ戦とも呼ばれている。ペンシルベニア州とデラウェア州との宗教は17世紀にニューキャッスルに含まれる地域を明確に線引きするために使われた。 エインコ、通称12マイル円が使われている、メイソン・ディクソン・セント12マイル円の接合部に、残された小さなウェッジと呼ばれる地域をめぐって、ペンシルベニア州とデラウェア州の間の論争は1921年まで引きずった。詐欺によって強奪された、デラウェア族の領土1737年、英国から侵入された入植仲外人、ウィリアム・ペンの息子たちは、 デラウェア川周辺のレナペ族の土地を手に入れるため、ラッパウィンソエ州長に対し、我々が1日半で歩いて回れるだけの面積の土地を白人入植者に売ってくれないかと持ちかけ、州長はこれを承諾した。インディアンには土地を売るという文化はなかったので、州長がこの意味を理解していたかどうかは疑わしい。ラッパウィンソエ州長は常識的に ペンが歩く分だけだと思っていたのであろうが、ペンは14人の運動選手を集め、彼らを四方八方に向かって1日半かけて281キロメートルを歩かせた。こうして、デラウェア川一帯120万エーカーの土地は、白人のものとなってしまった。今後、エナペ族がこの土地に住むことはできないと知った。ラッパウィンソエトブー族民は、当然これを詐欺であるとして、猛抗議をし、 取引の破棄を求めたが、ペンラは契約は成立したとして抑え込んだ。現在、この契約書は連邦条約にも基づいておらず、署名のない偽造物であるとされている。エンサイクロペディアブリタニカの土地の詐欺取引の項目は、このウォーキングパーチェスに言及している。結果、レナペ族はデラウェア川周辺の領土を詐欺で奪われ、19世紀までには他州へ追いやられていった。 デラウェアの下流軍は、大西洋岸中央部の他の植民地と同様に、イギリスに対してことを構えることに当初はあまり乗り気で、なかった。市民は、領主政府と良い関係にあり、植民地議会は、他の植民地よりも多くの自治を認められていた。それにもかかわらず、イギリスの議会の勝手気ままと思われるやり方には、強い反対の声が上がり、 デラウェアの一つの生態としての存在そのものは、その強力な隣国、特にペンシルベニア植民地と補調を合わせることにあるということが共通に理解されていた。ニューキャッスルの弁護士、トマス・マッキーンは強い口調で因子法を求断し、ケント軍生まれのジョン・ディキンソンは革命の分子になった。独立宣言が予測されていた時にパトリオットの指導者、 マッキーンとシーザー・ロドニーは、1776年6月15日、植民地議会を説得して、イギリスとペンシルベニア植民地の支配からの離別を宣言させたが、デラウェアの多数意見を最もよく代表するものであった、ジョージ・リードは独立宣言の投票の場に行くことができなかった。シーザー・ロドニーが夜を徹して、馬で駆けつけ、独立に対するデラウェアの票を投ずることができた。 独立宣言が採択された後でリードはそれに署名した。独立戦争の開始後、デラウェアの三軍はデラウェアステートを名乗り、1776年に最初の憲法を採択した。最初の知事はプレジデントという肩書きだった。デラウェアは当初ジョン・ハスレットを指揮官として大陸軍に連隊を送った。その連隊はデラウェア・ブルースとかブルー・ヘン・チキンズと呼ばれた。 1777年8月、イギリス軍の総司令官、ウィリアム・ハウは、フィラデルフィア方面作戦の途上で、デラウェアを通過した。デラウェアであった、唯一の戦闘は9月3日にニューキャッスル軍、空地の橋で戦われたものである。この時の大陸軍は初めて正常期を掲げていたと、信じられている。ハウは9月11日にブランディワインの戦いで、大陸軍を破り、ウィルミントンを占領し、 デラウェアの知事ジョン・マッキンリーを逮捕した。9月26日には13植民地の首都とされていたフィラデルフィアを落とした。イギリス軍は戦争の残り期間の大半をデラウェア側を支配したままであり、商業を妨害し、特にサセックス軍にいる積極的なオートー派の市民の活動を奨励したデラウェア知事シーザー・ロドニーが繰り返し軍事行動に訴えてオートー派を抑えていた。 アメリカ合衆国の独立後、デラウェアの政治家は強い中央政府に反対する側の中心的立場となり、議会には各州が同数の代表を送ることを主張した。コネチカット妥協案が成立し、上院と下院が創出されることになり、デラウェアの指導層は容易にアメリカ合衆国憲法の批准を取ることができた。1787年12月7日に批准したが、13、 州で最初であり、ファーストステートの異名を持つ、1813年、アメリカでも最古の黒人協会がデラウェアで承認され、元奴隷のピーター・スペンサーが創立したので、スペンサー協会あるいはアフリカ人の統一協会と呼ばれた。これは、現在の AUMP 協会である、1814年に始まったビッグ・オーガスと、クオータリーは現在でも祝われており、 アメリカでも最古の文化的祭りとなっているデラウェア州政府は正式に奴隷制を廃止することはなかった。しかし、州内の奴隷所有者の大半は自発的にその奴隷を解放した。南北戦争の時、デラウェア州は奴隷制の残る州であったが、1861年1月3日、投票でアメリカ合衆国から脱退しないことを決めた。 デラウェア州は憲法を最初に批准した州であったので、当時の知事は脱退するとしても最後になるべきと考えた。デラウェアの市民は、リンカーン大統領の要請に応えて、州の連帯に参加したが、南軍のメリーランドやバージニア連帯の中のデラウェア中隊に加わった者も,もいた。しかし、南北戦争の終わる2ヶ月前の1865年2月18日、デラウェア州は、 アメリカ合衆国憲法修正第13条の批准投票で批准しないことを決め、南北戦争後も奴隷制を続けるという案も否決した。デラウェア州は、リンカーンの奴隷解放宣言から40年近く、たった1901年2月12日、修正第13条を形式的に批准した。デラウェア州の奴隷制は、 修正第13条の批准が成立した1865年12月に廃止された。デラウェア州は、レコンストラクションの時代に修正第14条の批准も拒否した。19世紀末に、租税回避地になった。清水賢治、トランプ氏、クリントン氏も活用米国の租税回避地。毎日新聞。 h t t p m a i n i c h i j p ミアスラッシュビジネススラッシュ a r t i c l e s 2 0 1 6 0 6 0 2 b i t s 0 0 m 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4ありがとうございます。<笑い S 2> <で> <Means> <repetition>